奇妙な洞窟。奇妙な洞窟ですね。スタートー、さあ行きましょうかー。さあ怪しげなコースには聞いてますけどね。奇妙な洞窟やから、マイトから入ろうぜ。気絶したらさすがに嫌やろ。あ、ホイト、おぶね、これはどこやったんやっけ。攻撃メンバー、フリオ、よし。フリオが道開けてくれてるから、これから入り込んな。やべ、しゃがんどいて、まあ、貫通剣切っていってという形。あ、小さくなった方がいいか。オンフ押さずに、あれ、マリオ気絶したぞ。猫っぱり、猫っぱり取るわ。猫をキープした状態で登ってったら、これいけるよ。ほら、猫のこの爪最強やから、これさすがに下やな。下降りていって、できればコネッキングメンバーの方気絶に追い込みたいが、気絶要素がない。あ、猫っぱりやばい、ヒント与えてもらった。うわー、今は完全に猫っぱりで喜ぶでしょうね、この猫。ただこれでゴールの可能性あるからな。ゴールじゃなさそう。上捨てかな、こっちか、左捨てか。左捨てからの壁キック、右捨てか。素直なループで当たりであってくれ。ライナー性の当たりでいくわ。で、上行ってくれやって。オッケー、上行くわ。ファイヤー、何これ、ゲッソー、カタカタカタ、巨大ゲッソーがなんか洞窟に現れてるという形になっていきましたね。生ぐらい、いやー、どっちやろ、二択。子猫上行くかな、さすがに。行かへんねや。あ、上からも行け、あ、上からも行けるんや。なんじゃこのコース、ほんまに奇妙な洞窟やな。まだ上やんな、さすがにね。今のところ終わりっぽくないもんな。ぴょーんぴょーんぴょーんと、はい、まあ、それで抜かし要素ないよな、これ大丈夫やんな。壁キックの早い説がいろいろあるけど、まあいいでしょう。子猫右ルート来い、同じルート来てくれたら俺勝てるからな。あ、ついにルート変えてきたっぽいな、やつ勝ちに来てるな。ただ遅くね、そっち。ほら、遅い遅い遅い、滑った方が早かった。幅跳びっといて、で、こっから走り込み、なかなかやるな、やつ。やばい、急ごう、しゃがんで。さあ、子猫もさすがにこう立ち往生のはず。オッケーオッケーオッケー、いいよ。いや、面白くなってきたね。さっきの面白いけどね。猫っぱりいくわ。ハマブロス、デカブロスに対してアタック、ダイナー性の当たり。いやー、これで決着のはずやけどね。さすがに洞窟抜けたからな。子猫がなかなかね、常に熱く出てくるような対決やったんで面白かったですね。滑っていって、まだやな。何これ、まだゴールちゃうんかい。はい、ゴールっぽいのにゴールじゃない。何これ、どこ行こうかな。そんな一番上行こうか。いや、ここで行くわ。間、あ、こっからレースなんや。無視しようか、無視して。うわー、何これ、気絶はやめてな。さすがに大丈夫やんな。トントントン、トン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 、よし、このテクニック使えば気絶せえへんわ。オッケー、うおー、すげえ。のこのこからと一緒に友達のように子猫追い込んできたね。1の方、ブンブンキャッスル、ブンブンキャッスル、スタート。さあ、カロン危ないよっていうステージにはなってるんで、一緒に並んで確実に回避していこうか。ボス戦かな、ボス戦の可能性あるから、マイティから入ろうか。で、こっからどのようなコースか。マグネムキラーアタック、あ、今の切れちゃうんや。これがどうなった、負けましたよ、てんな。危ない、結構暗い要素あるな。あ、待たなあかんわ。キラーでオープン戦やな、あれ、あ、まだ待つんや。マリオ危ないで、危ない、オッケー、よし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 、プニッて叩き潰しちゃったわ。これでかいぞ。こっからボス戦のためのアイテムくれ、よし、ファイヤー。さすがに高速追いついてくるとは思うけど、まあリード取れてんのでかいな。ブンブン、初手いこう。オッケー、初手踏めたらこれいいぞ。こっから右に寄せるか、いや、プニッてなりそうやな、さやな。うわー、プニッての読みでかわそうと思ったけど、かわせなかった。これこ頼んだ。さあ、これこいけ、クラトイクラトイ、よしよし、やつ虫場面、よしよしよし、慌ててる慌ててる。よし、まだ2回目やからね。あ、高速来たぞ。ほやほになるからさ、これここで気絶で追い込める可能性あるからな。さすがに俺が踏むわ。あかん、あ、青いと行くつもりや、刺すな。あ、まだや、ふっ、あかん、あかんぞ、あかんぞ、行かすな行かすな、マリオ行かすな。オッケー、ヒップトロップ確定、オッケー、危な。マリオええ仕事してくれたな。オッケー、ゴリン、晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なに、朝飯、スリーピングザミネ、スリーピングザミネですね。まあ、洞窟のなんかやっていう話ですけど、すべていくわ。安全面の考慮で。どうか、トロップ結構出そうやな。危ない。うわ、滑っとこう。これ気絶するぐらいだったら滑り続けた方がまだマシやんな。はい、こう上から行っといてアウトー。これ難しいわ。マリオ行くかな、さすがに。さあ、マント持ってるルイージがおるが、ちょっと待ってな。マントで飛んできたよな。ルイージ、マントどこで取ったん、あれ、ゴム兵、ゴム兵で掘るんか。なんじゃこれ、上から行くことも可能っぽくね、これ。頭狩りで。いや、無理か。キノコ状態じゃないとこれ帰ってこられへんな、頭狩りで行った場合。アイテム取り替えろ。一旦こっち逃げて、ルイージがね、どっかでマント取ってたから、マントあるんちゃうかな。この子その辺。ほら、これもください。
ガボンがマントくれるわ。ありがとう。これでチャンスじゃん。あそこ、自分で上から掘ってってさ、脱出すればよくね。無理なんかな。そんなことできない。ふっ、飛ぶわ。カッコン。あ、これ上無理か？これ無理やな。無理やな。上から脱出不能やから、掘っていくという形になるのかな、やっぱり。無理か。回転ジャンプで行ってみる。この下降りたら、道繋がってるとか。道は繋がってないな。これダイレクトマリオ気絶やんけ。子猫も気絶。ってことは、マントでヒラ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 、開けまくるのが正解やな、これな。いらんことせんでいいっていうね。発想がちょっといらんことしすぎてたわ。普通に行こうぜ。ふっ。ここで予約しといて、あ、うさやな、取られるよな。取りに来ると思った。あ、下から取れるかも。よし、取れた。よし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 。で、これで、全部まくったらいいわ、あれ。ルイージも行ってんのかな？ルイージまくれたか？ルイージまくれてないわ。ボム兵でやってたんや。そうでなくて、まくるんやで。そうそうそう、子猫みたいにまくんねん。こう、あ、よし、行ったで。よし、よし、誰も行かへんのか。ふっ、まくり勝負。いけ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 。よし、ルイージ気絶。チャンス。大チャンスと見ていいでしょう。勝ちたい。ここまで粘ったから。で、ここも慎重に今まくってもいいし、よっしゃー！よかった、粘り込み。前面の妖怪、後面の不器用。前面の妖怪、後面の不器用、スタートー！走るだけか、やばい！おー、すごいすごいすごい、あー、カツラが出たぞ！大丈夫か？危ないな、一旦待った方がいいんじゃん。待ってから、奴らが落ちるかもしれないから、やりやって。あ、てか、速度遅くね？走る速度、ほら。俺の方が速いやん。いけいけ、ほら、感性の関係で俺の方が速いぞ。なんや、あいつらゆっくりやってんな。えらい。ちんたらちんたらやってんじゃん。ふっ、終わったー。アクロストリップトップ。アクロスのトライプトップですね。スタートー。さあ行きましょうか。マリオが気持ちよく逃げてるな。急ごう。これ決めば、その畑潰せ。あ、ほんまに畑潰すんかい。魚が右向いたな、元気よく。息が良すぎてね、魚の。あ、これか。なんか見たことあるような構造やね。はーん。ブーパート2サンド。ブーパート2ですね。これブー、まあ、騙し構成と思いますんで、入ったらあかんやろ、さすがに。ほい、ルイージ出たか。いや、でも外れてるっぽいよな。外れて降りてきたぞ、上から。よかったよかった、そうやんな。明らかにね、騙し構成やもん。ゴーリン。37、クーパーエクスポー死亡。37、クーパーエクスポー死亡ぜ。スタートー。さあ、なんでしょうか。おうちのような絵描いてるような。青いとどう確保するか。まあ、中間取らないとかで抜かせるかな。サンダージャンプやばい。狙いは同じやね。なかなか。立ち回りが一緒。おー、今のところか。おっしゃ、抜かした。オッケーオッケー、来た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 。さあ、これで一番って変わったらでかい。危ない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 。プリッとさせてもらっていい？オッケー。ほら、プリッとしといて、土管かな。土管入っていきましょう。危なかった。もうちょい気絶やったからね。で、またこのお家ですよね。煙突とか、扉とか、ちゃんとね、鮮明に映ってると言うべきですかね。逆滑り入れといて、さあ、土管これ違うね。もう一個土管、当たりがあるはずなんで、奥側にね。で、ポコーン。ポコーン、三段ジャンプうまい。いいラインちゃう。あーっと、クラティックが、アタック！これも青い人に対して一発。圧かけとくわ。圧かかってなさそうやな。ほい。オッケー！さすがにいったか！よいしょ！オッケー！青い人来るが、大丈夫です。上から飛び越えて、ゴリン。ビダゴラスイッチ。全自動マリオですね。これマリオ引けてんのでかいぞ。抜かされんなよ。スタートしちゃ、このままいけ。よいしょー、全自動やけどジャンプしちゃったけど大丈夫か。ふっ、あ、でもジャンプしたが早いな。これバネ乗ってる場合ちゃうな。うわー、負けた。セジュンさん。さあ、これはどうしようかな。まあ、雲乗った方が早いよな。乗り物的に見たら。雲に乗ろうかな。ふっ、雲乗って、雲が速度若干速いはずやねんな。いやー、あんま思ったら一緒やな。これを捕まりに行こうか。フニッとして、どう？あかん！間終わるわ。うわ、無理かー。ってことは土管が正解なのかな？さ、マリオ動いてない。アコーン取ってる人もおるな。ちょ、なんか取るわ。ルイージ土管行ったかな、さすがに。やばい。上からも無理やったよな。なんか方法あったっけ？あ、ルイージ気絶してるな。いや、方法ないわ。ってなったら、貫通しながらここ入るぐらいか。はい、アコーン。なんでしょう？あ、どっか当たりこと？当たった。おっしゃー、ゴリン。1-1フルバージョン。フルバージョン、スタートー。1-1のフルバージョン。まあ、ショートカット狙っていくか。いや、そういう感じじゃなさそうやな、なんか。青いとそこショートカットか。いや、行かない。1-1やけど、なんか怪しげ。ゴールか？クリボー。なんやこれ。1-1じゃないな。1-1じゃないと考えよう。はい。オンオフ変えていって、はい、また始まった。
ちょ、なんでゴール間違えない。やった、プリッとすれば大丈夫。回転ジャンプいきます。負けんな、そんな一手で負けたくない。オッケー、危な。ボーナスコイン、ボーナスコインですね。900万以上取ってからゴール。これなんかどっか入れんのかな。入れる。50コインか、結構強いな。強い。これいいタイミングで行ったのかな。どう、でも普通にゴール向かっといた方が安定ではあんのかな。まあスコア的に見といた方がいいな。スコアが今なんぼや。俺50コイン取ったからマイナス5000スコアで考えた方がいいな。さあスコアが伸びる、スコアが伸びる。いいよいいよいいよ。でこれで今で5500ぐらいか、コイン枚数で言ったら。で550枚ぐらい取れてて、取り続けることが一番強いかな。取り続けてこう2枚取りをし続けることによって、2枚取りしてるから判定上俺が有利なはずやのに。やばい、あ、ルイ逃げてきた、逃げてきたやったらチャンスあるな。どうしたん、ダイレクトで勝負せえへんかったんや。なんで逃げんの。あ、させらへんよそんなん。よっしゃ、ラッキー。今のも負けたと思ったけど諦めなくてよかった。オッケーゲット、よし来た。さあこれ勝負仕掛けます。上上と見せかけて、まあこうフラ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 行こうぜ。なるべく低空よし、上、さすがに行きます。オッケー。ナンバーズ V1 の1、ナンバーズ V1 の1スタート。さあ行きましょうか。さあ2番手から V1 の1ですよ。ルイージ、あ、取らない、あ、取っちゃったけど、あれ大きくならないタイプだからよかったわ。しゃがみジャンプで抜かされないように調整しつつ、回転ジャンプなしでいくわ。回転ジャンプとかするとちょっと狂ってできなくなるからね。なるべくやっぱしゃがみジャンプが強いよな。はい、で右に注目し、大丈夫、三段ジャンプ決めて一旦ブレーキ。うわ、ヒップドロップ入った、危な。オッケー、ゴールイン。マリー&ルイージ 3D、 マリー&ルイージ 3D スタート。ーファイヤーブロス気をつけて、かつらいでるぞあいつら。大丈夫か。おーはー、入っていきましょう。ファイヤー、これはまあ貫通剣かな。でそのままいきましょうか。これで終わりかもしれんからね。終わりじゃない、あ、でも5割やぞこれ。上から鍵関係ないし、しかも鍵ないやん。晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なに？晩飯。ストレスおっさん。ストレスおっさんですね。スタートー。このようになっていって、入っていきましょう。条件戦のストレス発散コース。いけ！さあ、ガグーッといきますが、上から掘られていくが、もう一度掘っていきます。スタート！かぶせ合いやもんね、こんなんね。ヒップドロップをかぶせていくぞ。よし、一番上取れた。逆に強い、これ。全員かっさらえる。いけ、チャンス、貫け。よっしゃ、いった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 。完璧なタイミング。晩飯、昼飯、味噌菌、いろいろあるけど、なんねー。昼飯。